どうも皆様、マーシです。というわけで、マーシがお送りします。バンドリー。はい、というわけでね、今日もやっていきました。こちらですね、オリパでございます。このチャンネルで紹介するということは、そう、バンドリーですね。バイス・シュバルツ、バンドリー、サイン確定オリパですね。ホビーステーションさんがね、ちょっとね、ヤフーショッピングで出してたので、で、意外とね、なんか評価も良かったんで、ちょっとこちら買わせてもらってて、で、一口3000円。で、今回は全部で10パック、つまり3万円分ね、買わせてもらって、お当たりとしては SSP の今井梨沙ちゃんのクッキーをもう一度、これ1枚6万円ぐらいしますからね、かなり高いカードになってます。で、白崎千里先輩の夢に続く道、これも1枚4万ぐらいするんでね、もう、このお二人が出ただけでも全然もう、アド確定というね。そして、確か、あともう一人ね、あ、そう、僕の愛してやまない羽沢つぐみちゃんのね、気づいた変化だったかな。あの、2章の羽沢つぐみちゃんの、あちらの SSP。はい。これが確か2万5000円くらいだと思いますけれども、それでもね、だいぶ、もうアドが取れちゃうと。で、しかも、バイスのサインって実は1枚ね、2000円前後するものがほとんどなので、もし外れても、そんなに外れではないっていうことで、ちょっとこちらね、開けていこうかなと思います。さあ、前回もちょっとね、サイン確定オリパーをね、開けてだいぶ良かったからね。まあ、違う店ではあるけれども、お、こんな感じですな。はい。これね、うん。ホビステ、どこかわかんねえな、これ。オースマン、よし、やめよう。ちょっと後でググっとくわ。割と多分どのカードが来てもほぼ当たりよっていうぐらいなんですけどね。さあ、1パック目。どういう感じかな？お、2枚かな？ 2 枚あるね。これで普通にめくればもう出てくるのかな。じゃあちょっとまず1枚目からね、見ていこうかなと思います。1枚目、ズズン。お、花園たえちゃんですね。うさぎに見えるもの、花園たえちゃんね。アプリだったら確かスコア 100% アップね。これね、いいイラストやね。これはまあ、あれやね。別に当たりというわけじゃないね。多分こっちが当たりになるね。さあ、どうだいきます。じゃん。お、嬉しい。これは、白崎千里先輩の真っ白な居場所。これ持ってないですね。で、SPA の方か。なるほど。SPA でもなかなかの金額やね。だいたいSPB の方がね、金額が、バイスのバンドリーは、まあ、高くなってるんですけれども、それでもね、これかなり嬉しいですね。持ってないカードになりますんで。はい。ちょっとまあ、ちょっとスリーブに入れとこうかな。ここにね。はい。じゃあ、こっち側ね。こっちがだから、外れになってたかな？はい、いきます。じゃん。あ、はぐみちゃん。かわいい。いいね。笑顔のために北沢はぐみちゃんね。これ2章の時のはぐみちゃんのイラストですね。ということは、これなんだろうな。いきますね。裏を見たら、まあ、ちょっとここがはげてるかなっていうけど、そこまで状態が気にはならないかな。初期傷がちょこっとあるくらいだね。いきます。じゃん。あー！これか、SPA の休日のショコラ牛込りみちゃんですね。これは持ってるんですけれども、全然あれだな。あ、でも俺持ってるのは多分 SPB の方だから、これ多分持ってないかもしれないね。うわ、嬉しいわ。このイラスト大好きなんですよね。このわかるかな？このりみちゃんのスプーンすら光っとるっていうね。なんかこうやって見たらなんか別のものに見えるけどね、ひもきゅう食べとるんかな。学生時代はバカしておったよ、あれで。なんか。ひもきゅう30個くらい買ってから全部結びつけてね、大学からこう、なんか大学の廊下でね、一気に食べるみたいなことやってね、先生に怒られたことを今でも覚えてるわ。さあ、行きます。じゃあ、これで、あ、これはまあ、こっちが多分外れよね。お、富山かすみちゃんの。これはね、ダブル R だね。割とダブル R はね、価値がつくものが多かったりするんですよ。さあ、こっち。傷は割といいね。うん、じゃあ行きます。じゃん。おー、これ持ってないわ。これは嬉しいかもしれない。ハードストローク、宇田川智恵さんですね。初期の宇田川智恵さんですね。持ってないんだよな、これは。ね、もう何口か買ってもいいぞ。じゃん。お、富山かすみちゃんの R ですね。これも確か強かったよね。カードとして能力すごい良かった気がするんだよな。うん。まあ、ちょっと後で見とこう。さあ、これ当たりなんでしょうか。オープン！あー、これはね、持ってない。SPA のね、ともえさん、じゃあ、ともえだけの看護師さん、宇田川あごちゃんですね。あ、小姫ですな。ガチャで欲しいな。せーの、じゃん。あ、いいハードストローク宇田川ともえさんの、これは SPM の B の方ですね。これはいいぞ。まあ、B はね、どうなってるかっていうと、これね、一応、アフターグローの、その、各バンドの、テーマカラーよね。テーマカラーになってるっていう。こっちのが、実はちょっと価値があったりするんで、これは嬉しいですね。これ大体どんぐらいだったかな？今、2000円いってるかいってないかだったと思うんだけれどもね。嬉しい。楽しいな、やっぱりこういうの。広島のね、カードショップにもう、バンドリのそのカードってほとんど置いてないんですよ。今、一応確認できるとしたら、どこだったかな、カードラボかな、カードラボの方で、SSP の、カオル様があったかな、最近のカードでね、最近の、やつで、それはあったけれども、それぐらいしかないんだよね。なんで結構ね、物がないんだよね、欲しくてもね。大阪行った時びっくりしたもんね、あんだけあるんだと思ってね、すごい羨ましかった。さあ、6泊目、いきます。これ、後ろから見ていきますね。また富山かすみちゃん。多いな、なんか、こっち富山かすみ率多いな。さあ、いきますよ。傷も、全然美品だけどね、これね。いきます。じゃん。あー、嬉しい。待った、これはちょっと、リ当たりじゃないかこれね。ちょっと待った、これは、当たりだと思うわ。3人で水着遊び、上原ひまりちゃん、かわいい。これ、当たりじゃなかったかなちょっと待ってね。あ、どうなんだろうな。これ2枚セットが当たりになるのかな。まあそれでもこれ多分1枚でいくらかな。なんか、微妙なとこだね。3000円いくかいかんかだったと思うんだけどもな。いや、もうちょっとあったと思うんだけどね。じゃん。おー、富山かすみちゃん。これはね、でもまあ1枚だからあれなのかな。当たりではないのかな。これもね、なかなかいいカードなんですよ。星型のタンバリン。一番まあ最近の段で出てきてる富山かすみちゃんやね。これも持ってないから、これも嬉しいですね。いや、どんどんコレクションが増えるわ。まあ3万だったら今ちょっとひょっとしたら元帰ってきてないかもしれないけれども、全然ありやね。さあ、こんな感じね。これ嬉しいな。ちょっと待って、これは、いいぞ、この PR のやつ。これ持ってないんですよ。ごちうさコラボの時のやつ。何これ嬉しいな。このカードちょっと大切にしたいな。ちょっとこれは嬉しい。さあ、こっち。ちょっと縁が白いけども、そこまで気になる白さではないね。さあ、いきます。じゃん。来た！これもいいカードや。青葉もかちゃんの SPB の方ね。隣にいること青葉もかちゃん。これね、アドじゃないかな、これ。多分ね、3000円以上したはずだから、これは嬉しいね。ちょいあたりやね、これね。あれだからこそオリパはやめらんねえわ。内容めちゃくちゃいいよ、このオリパー。すごいいいわ、やっぱ。さあ、ちょっと、ラスト2パック。ただやっぱり狙うは大当たり。SSP 以上。さあ、まやちゃん。ということはこの1枚ですね。1枚ということは当たりじゃないかもしれないな。さあ、いきます。じゃん。カオル様ですね。いいね、SPA の。こちら自分は自分。この時のもうね、名シーンですからね。ね、もうバンドリーマーといえばもうこのシーンみんな大好きですからね。これによってカオル様の株価がもう急上昇したっていうその時のイラストですね。これもええな。いくぞ。ラスト1パックも2枚。ということは、美当たりもないです。美当たりとかその、当たりはないね。当たりはないけれども、狙うは大当たりだから別にそれは必要ない。さあ、こっち。じゃんと。かすみちゃんですね。さあ、ラスト1枚。これね、大当たりになるかどうか。運命の瞬間。3、2、1、じゃん！アンひまりちゃん！いいね、止まっていた時間、上原ひまりちゃん。これも SPB だから多分、ちょい当たりやな。かわいいな、これも。さあ、というわけで今回こちらですね。はい。サイン確定オリパですね。こうやってね、開けていきましたけれども、多分トータルで見たら、まあ、あれかな。ちょっと、アドは取れてないかもしれないけれども、カードの状態はね、割と良かったし、一応、良心的なオリパになってるんじゃないかなと思って、割と僕は満足できる内容でしたね。もう10パックちょっとリベンジしてもいいかなと思いますんで、またひょっとしたら近々動画出るかもしれません。はい。ほいじゃあ今回動画ここまで。皆さん、またね！バイバイ。かわいいな、これ。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。今回ちょっとね、当たることはなかったんですけれども、非常にね、内容としては満足しております。またちょっとね、面白いオリパとかがね、見つかり次第ね、買わせていただいて動画にさせていただこうと思いますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。またね！